どうも、総理大臣ですか。あの、自民党の人ってね、喋るときにね、あーとかうーとかえーとか言い過ぎなんですよね。一体何言ってるのかよくわかんないって、ろれつも回ってないしね、お年を召されてるんじゃないかなと思いますけども。まあでもね、山太郎さんとか、あと NHK の立花隆さんとかね、ガーシーもそうですけども、喋りがね、ストレートでわかりやすいんですよ。まあつまり、私たち普通の人が普段使ってるような言葉や口調なんですよね。まあガーシーも、まあベラン名調というかね、 乱暴な言葉のように思いますけども、結局私たちが普段身の回りの人にしてる会話ってあんなもんでしょうあのね、え、う、あ、もう、その、とかね、自民党みたいに紙見て喋ったりしないですよね。<laughs> だからね、あの、喋れることって大事だと思いますよ。少なくとも頭の中で整理ができてるってことですからね。 いちいち後ろから回ってくる紙を見ながらじゃないと喋れないとかもっと言ったらあれただ朗読してるだけじゃないですかねあの原稿を書いた人がそこに立って喋ればいいのになとか思っちゃいますよね <laughs> はいまあまあそんなところでねあの山太郎さんの動画やっぱ面白いですよ何年も前から山本太郎さんがね国会でいろんなことについて追求してるところを見ると国会議員ってのはこのぐらいのレベルでやるもんじゃないのと思っていたんですけどもなんかね 居眠りしても大丈夫そうだし、居眠りしてることをしょうがないんだっていうような河野大臣みたいなおかしな人もいるんで <laughs>、くだらねえなと思いますよね。トラックドライバーが居眠りしたらどうなりますかねコンビニの店員が居眠りしたらどうなりますかね給料の安い人ですら、その他のね、いろんな仕事がありますけども、給料がどんなに安くたって居眠りしたら怒られます。クビになりますよね。給料高くってクビにならない、居眠りできる国会議員。 なんてぬるま湯なんでしょうと言うしかないですね。まあでもぬるま湯がスタンダードじゃなくて、まあせめてね、山本太郎さんとか、NHK 党のおー、まあ、国会議員の方とかがね、喋るレベルで、他の人もついてきてほしいなぁと思う中で、まあ、高齢化の波が国会にも来てるようでございます。皆さんもうね、そろそろ隠居する時ですよ。70?80? うーん、まああのー、やっぱあれですよね。 70になっても80になっても仕事をしなくちゃいけない世の中ってあんまり見たくないですよね。もうやっぱ江戸時代なんて40半ばぐらいで隠居とか言ってね、もう一線退いて、それによって若い人が職場にチャレンジする、そういうふうなチャンスがいっぱいあったわけじゃないですか。まあ片っぽいではね、あなんでっちぼうこみたいな嫌な制度もあったみたいですけども、うん、一体どうなるんでしょうね。まあ、生涯働かなくちゃいけないってことと、生涯働くことができるっていうのは、現象としては同じなんですけども、 意味ととしては全くく変わってくると思うんですまあ私はいろいろ言いましたけども結局何かの形でね仕事をしてますね隠居とか言ってもなんか出しゃばりなんでしょうねきっとねこれからも誰かのために何かをするっていうことによって私自身のモチベーションも保てるのかなと思いますそれではいってらっしゃい